お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はね、こちらですね、彩りをね、きれいしました。こちらうどんでございます。昨日もね、麺類を作ったんですけどね、今日もね、ちょっとね、今日はね、仕事でね、もう膝をね、もう痛いぐらい重いってね、仕事をやりましたからね、今回はね、このうどんでね、勘弁してください。でもね、彩りをきれいしますよ。卵とかね、人参やね、長ネギ、ピーマンといったね、五目うどんって言っても、五目じゃねえな、三目でもいいや。三目でも四目でもいいね。うどんをね、作りました。で、こちらね、お酒はですね、今日はね、ウイスキーのね、スプライト終わりでございます。今日もね、これを食べてね、明日の仕事を整えて頑張りたいと思います。でですね、お知らせが2つございまして、1つはね、昨日ですね、昨日では、明日ね、ライブを行います。といってもね、実はですね、皆様ご存知の通り、3000時間達成したので、水金土で3時間達成ライブをね、3回に分けてね、やりたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。で、第1回目は、11月の10日、水曜日、14時前ですね。極力、早く帰ってきてね、14時前にね、やりたいと思いますので、よろしくお願いします。その後ですね、第2回目は、11月の12日、こちらも14時前ですね。で、3回目は11月のね、13日。こちらはね、朝10時から3時間ね、やりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ね。はい。あとですね、お知らせがもう一つありまして、二つ目はですね、前ですね、ちょっとね、開封動画をね、ね、ちょっとお休みし予定だったんですけどね、今回ですね、なんとかね、安く手に入りましたのでね、大相撲カードとですね、西武ライオンズのね、直筆サインカードをね、直筆サインで開封動画をね、やることが決まりましたのでね、本当にね、よろしくお願いします。まだね、プロ野球チップスカードはね、まだできるかもしれませんし、できないかもしれませんのでね、今後ね、できるだけね、できるようにしますのでね、よろしくお願いいたします。はい。あとですね、仕事の方もね、順調にね、頑張ってほしいなと思ってますので、皆様、ぜひほど、よろしくお願いいたします。まあね、買ったばっかりなのでね、通販で買ってますのでね、大体ね、しばらくはね、やりませんけどね、もう少々ね、お待ちください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。良い一日をお迎えください。それでは。